燃えてきた。やれやれ、お出ましか。ものからかかってこい。
何？さて、次は帰ってきたぞ！やるじゃないか！よし、頑張ってね。よし、こう。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。よし。ほう。よ。なんだと？なんだって？やれやれ、お出ましか。ナイスメイク、ナイスブリンガー。楽勝だぜ。よし。よっしゃ、行っちゃいくか。フォトンスライド。さて、アイスメイクカンバー。よし、俺たちの勝ちだ。
しよっと。さあ行きましょう。乾燥変鱗ブルーメンブラスト。
よし。よっしゃ、行っちゃいくか。開け。また地球の扉、カプリコーン。あたあいもない。よし、帰ってきたぞ。この調子です。さすがですね。よし。ほう。よし。ほう。
行っちゃいか。さて行くぞ。任せて。行くぞ。リタホール、行くぞ。天輪の鎧アンドレストーム、やるぞ。アイスメイク、アイスブリンガー。どうしたよ、こんなもんか。よっと、よし。られたいものからかかってこい。アイスメイク、うわYou're the one.
さすがだな。調子いいね。次はバトルパートね。主催者側が対戦チームと相手を決めてるみたい。私たちの相手は私よ。レイボンテイル？試合楽しみにしてるわ、金髪。なんだあいつ。レイヴンテイルからはフレアコロナ、フェアリーテイルはルーちゃん。あいつらがウェンディを傷つけて挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて、絶対勝つから。すごい気合入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな。ギッタギタにしてやれ。レイヴンテイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るやつらよ。そんな小さなことならよいのですが。私の髪はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて。声を出すの、これは命令。逆らったらどうなるか。なんて卑怯なやつなの。客席のアスカちゃんを人質に。声を出すの、
動くな、魔法を使うな。逆らったらどうなるか。ルーシーの様子が変だぞ。ナッツはどこだ？さっきまでここにいたのに。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ。ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、ナッツ。今度はこっちの番よ。金髪、これからよ。全力見せてあげる。な、何をする気なの。このくらい楽勝ね。ジェミリー、あれやるわよ。私に変身。ルーシー、何があった？ルーシーの魔法が消された。まさかガイア。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイブンテイル、フレアコロナ。私の勝ちだ。ざまあ見ろよ金髪。
泣くな、ルージ。だって、悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。0点、面白いじゃねえか。ここから逆転するんだ。みんな揃ったら聞け、今日の敗戦は明日の勝利への糧、登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるという言葉はない。目指せフィオーレイジ。負けたギルドには思えないわね。まあいつものことだしね。は大丈夫なの？全然平気。逆にやる気出てきちゃった。ならいいけど。な、何？白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で何かを歌っているルーシー。どうしたの、シャルル？いえ、なんでもないわ。未来に何が起きるっていうの？こんな余地言えるわけがない。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ裸になるし、エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者が同じ部屋っていうのも大変だ。ウェンディの声。おい、何があった？夏、ウェンディが助けに行かなきゃ。お前ら、ウェンリーをどこに連れて行くんだ。くそ、見つかったか。なら、やるしかねえ。切られたいものからかかってこい。カット、行くぞ、エンタグラムソード。さて、アイスメイク、アイスブリンガー。へ、楽勝だぜ。てめえら、誰の差し金だ。助けてくれ。
俺たちは頼まれただけなんだよ。レイヴンテイル、なんて奴らなの。ウェンディを襲っただけでなくさらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。今日は問題なく戦い。それにしてもレイヴンテールのやつはやることが露骨に汚ねえな。目的は分からんが、私たちを場外でも狙うつもりなら警戒を怠ることなく、なるべく一人にならないように心がけよう。こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに捕獲に加わらないのはおかしいんじゃない？それに宿で寝ている少女という条件だけでウェンディを選んだのはどうして？本当の目的はルーシー？それならあの余地は？さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。燃えてきた。今日は私に任せてください。休んだ分体は絶好調です。期待してるぞウェンディ。よう、サラマンダ、ちょっと顔貸せ。なあ、なんだよ。お前ら天狼島から戻って精霊界ってとこで修行してきたらしいな。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が。くそ。ああ、なんでもいい。修行してたのはお前らだけじゃねえ。少しは強くなったんだろ。お互い腕試しと行こうじゃねえか。そういうことか。受けて立つ。一対一の真剣勝負だ。準備はいいか。サラマンダー、セリフ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。この決着は必ずつけてやる。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。望むところだ。勝つのは俺だけどな。ギヒ。
のラクリマを作る？行くかな。よし、ここだ。
待って次は。夏。うん。ああ。なんだと？
なるほど。よし。よし。
ルーシー、うん、なるほど、何？
ああ、
こ行くかな。よし、ここだ。さて次は。頑張ってね。どこに行くかな。ここだな。ギヒ。おっと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 。
たいものからかかってこい。覚悟はできてんだろうな。帰ってきたか。さすがですね。やったね。魚何匹飼えるかな。神殿の中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さですカポ。皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。
モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。1番ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私この競技くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたが、くじ運で、いやどうでしょう、戦う順番よりペース配分と状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならぬ。100体全て私が相手する。挑戦権は100だ。まあ、無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されてません。構わん。ええ まだ。
かこらえるんじゃ。カズオ、行くぞ。ペンタグラムソード。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すっげえ、なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。すげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリテイルパンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。
来る？出来上がりっと。出来上がりっと。またお願いね。またね。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はラミアスケイル、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。はい。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだ。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。うん。大丈夫ですか？うん。よろしくお願いします。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。天竜の逆撃。天神のコラーズ。やばいよ。天竜の逆撃。天神のコラーズ。一気に行かない。天竜の逆撃。そろそろ行くよ。天神のドボーン。やばいよ。一気に。ゴッドスレイヤー、驚きました。リオンから聞いてたんだ。フェアリーテールに私と同じ魔法使う子いるって。ちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね。痛くなかった？平気です。戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど。うん、
それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のみんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギル、私だって本気でやります。熱流奥義召喚天空戦士、ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえそればっかりですね楽しかったよ、ウェンディ。
私も少しだけ楽しかったです。ねえ、友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール、女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味はない。敗北が恐ろしいからですか。そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する趣味であるゆえ。では重たくいたしましょう。命をかけましょう。その覚悟が誠のものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう。セイバートゥースの前に立ったのあなたの運。開け僧侶級の扉、天秤級の扉。恩刀踏む大抵抜かぬ太刀の方。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたな。人魚は時に虎を食う。わ、私が敗北。失敗と命。そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通りに。セイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かったのか。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいのだ。用事があり伺いました。セイバーが何の用だよ。ナッツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。
創魚球の鍵と天秤球の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵全てが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵はまたお会いできるといいですね。したわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。どこへ？ちょっと言い忘れ。暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。いえ、すみません。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの？私、人にこのように気を使われたことがないもので、私ずっとセイバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。
たった一回の敗北でやめさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナチョ。はい、すみません。私つい他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて紋章を消されて悔しいよ。仲間を泣かせるギルドなんてそんなのギルドじゃねえ。仲間。